はい、お疲れ様です。山です。エクエイリアン続きやっていきましょう。さあ、戻ってきたんで、街をね。いらっしゃい。うん。で、この道具屋をちょっと作りたくって、見てたんですけどね。道具屋もそうだし、なんだっけ。ルーン屋、防具屋。ね、ここら辺も欲しいなと思って。まあ、最低限道具屋はいるよね。ってことで、で、この人は廃校にいたよね。で、いつでも相談に来てくださいね。うん。で、戻る道ないかなと思っていろいろ見てたら、ここがね、これこれ。ここから多分戻れるよね、ということで。ね。なんか変わりすぎててさ、わかんなかった最初。だから、どうやってエルティスワイスに戻るのかな、みたいな風にね、考えたんですけどね。で、ここから戻れるってことは、ワンチャンなんかいろいろあるかもね、みたいな。ここら辺のさ、村で新しくリクルートできる人いるかな、みたいな風には思ったけどね。で、これ亡くなった人かな、さっきの戦いで。ね。うん。じゃあちょっと戻って、あの人呼んでくるわ。あ？こんな道なかったよね。おう、ん？あ、はい。はい、サビでね。ねえ、ここなかったよね。道が整備されてますね。え？ベイルナイトメール？何それ？めっちゃいい装備じゃん。やっぱ先に進まずに一回なんか見といた方が良かったのかもね。ねえ。神聖ドワーフが身につける鎧。最強のドワーフに近づけるらしい。ドワーフ。おお、なんかいた。なんだ？わしに何の用だ？はあ、新しい鉱山を探してくれる仲間を募集してるとな。そいつは面白そうだ。だが鉱山のことを何も知らねえやつに従う気はねえ。お前さんの本気を確かめさせてもらおう。今から鉱石の掘り方を教えてやる。そんでもって鉄鉱石を3個持ってきてもらおうか。さあさあ急いでくれ。わしはせっかちだ。のんびりやってたら夜になっちまうからな。はい、今チュートリアルが今出たね。鉱石の掘り方は分かったな。ならさっさと行け。時間は待っちゃくれんぞ。はい。ああ、そうなんだ。これまだあるね。ね、今まで行ってクリアしたダンジョンでも話はあるね。マジか。まあ今はとりあえず何だっけ道具屋さんに会いに行こうか。どこだっけな。はい。で、この人ですね。よう、ノアか。聞いたぜ。立派な城だか町だかを作ったってな。ああ、俺が見込んだ通りさ。さあ、町には道具屋が必要だろう。俺も力にならせてくれよ。おう、話が早くていいね。これからよろしく。うん。おう、そう来なくちゃ。よろしくな。はい。流浪の道具屋、キロ。いいね。なんか持ってんのか。ナイフを隠してんのかな。はい、いいね。で、あと鉄鉱石か。探すか。お、ここにあったの。ね、ぐるっと回って集めてきたんだけど、意外と手前にあったね。さあ集めたんで。おお、やるじゃねえか、小僧。お前さん、見どころがあるな。わしの弟子にしてやってもいい。マジ。よし。その新しい鉱山とやらにも行ってやろうじゃないか。
何、1時間もあれば作業できるようになるさ。よろしく頼むよ。おう、これからよろしくね。せっかちな甲府オーモンド、はい、はい、帰ってきた。で、何を建てましょうか。うん、作れるよね。金庫の上限が4000、1万か。結構たまったね。で、道具屋ね。おう。あ、増えた。いいね。ありがとうよ。はい。商業棟があるだけじゃなんもないんで、予約ね。売れるもんが できましたね。で、レストラン。まあ、作れないか。で、道具屋欲しい。あ、防具屋か。誰だこれ。まだ会ったことないんだよね。あ、ねえ。占い屋。じゃあ、そうね。これは普通にできるね。やるか。金庫の容量アップ。うん。人口も増えた。下がある。温泉。いいね。とりあえずこの3つ作るか。牧場と採掘場と木こり小屋。牧場からね。全然余裕だね。はい。あー。40人。いいね。いいものがたくさん取れそうだね。はい。釣り場。あ、この人呼べるんだ。エルンサイドにいた人だよね。最初の村にね。毛皮がいるんだ。ああ。で、採掘場。すげえ。40人。いいね。いい鉱石が掘れそうだぜ。はい。で、木こり小屋。はい。うん。あれは何？頑張って働くよ。夏季現金かな。ぐらいかな。防具屋欲しいよね。今ないからね。誰だ？まだ会ってない人だよね。あら、ご用はおしまいで？うん。で、今ちょっと戻って戦闘ちょいちょいしながらやってたんですけど、意外とね、高原将軍が強くって、忙しい。なんだろう、貴重な、複数攻撃技 MP を使わないね。が、高原将軍使えて、いいなと思ったんで、使っていくわ。使っていくわ。ザビーはまあ別に悪くもないけど、いいかな。で、友情のために。うん。で、メロールに、水のルーンを渡せば、回復技使えるんで、それでいこうかなと思いますね。で、高原将軍後ろでいいね。うん。はい。こうかな。うん。ちょっと高原将軍弱いけど、レベル15なんでね。まあなんとかなるでしょう。で、ルーンちょっといじるわ。いらっしゃい。ここでね、変えられるんですよね。はい。で、メロールが回復魔法を使いますね。はい。はい。で、商業棟が、ここだよね。いた。
なんもないね、まだ。あ、人がいる。うん、遠い。ここの道具屋がいいって噂。うん。ゆっくり見ていきな。おー、いいね。お客さんが足りない？そうだね。あー、まあ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 。基本だよね。いい。あ、全体あるね。で、とりあえず復活薬買っといて。で、癒しの、こう。何個だっけ？いいか。何個で一枠だっけ？6つか。はい。いいね。ん？誰かいる。怪しい。なんと素晴らしい、なんと素晴らしい実績なんでしょう。怪しいね。失礼、自己紹介が遅れましたな。私はクロン、実績協会から来ました。素晴らしい実績を残した方を表彰する協会です。あなたの素晴らしい実績を表彰してメダルを差し上げましょう。実績はいいですよ。ほら、お。では私はこの町に事務所を開かせていただきます。また実績を上げられました時にはぜひお越しください。え実績協会会長、会長が来たね。ではでは、さらなる実績を残すことを期待していますぞ。長はい。実績っていうのは、まあ、プレスとかでいうところのトロフィーですね。おう。まずはツリーフォークの村へ行くんだね。森の入り口は、南の端の先の、南西だっけ？ああ、ツリーフォークの村から先は、私が案内する。そうね。今の目的はね、ツリーフォークの村の方に行くということで。で、実績は、まあ、トロフィーですね。まあ、なんかをやったとか。で、メインストーリーを進めたとかで、実績が解除されていきますけども、多分その数に応じて、もらえるんでしょうね。今の。何もらったんだ？え、めっちゃ良くない？全ステータス。ゴーアップか。え、めっちゃいいじゃん。誰かに渡そうか。どうしよう。あ、コゲンが何もつけてないな。つけようか。コゲンがね、意外といいんですよね。はい。で、ボス前にノアに渡そうか。その方がいいよね。もう一度、ツリーフォークの村に行くんだな。めんどくさい。なんかこううまいことバヒューンといけないかな。その魔導レンズの力でさ、バヒューンって。わかる。魔導レンズの力は持ち主の才覚によってその力は変わると聞くが、少なくとも私の知り合いにはいないな。近道はできないってことか。仕方ない。ダメなんだ。仕方ないさ、地道に行こう。はい。一応キーワー使ってくれてるのかな。ファストトラベル欲しいよねみたいな。でまた行くんだ。はい。まあ話はしたかったしね、別にいいんすけど。お、まあこういうのも取っていこうか。はい。でこの人が探してたルーンをゲットしてたんで。すご。またそうか。節約のルーン持ってきたよ。これで合ってるかい？おお、ありがとう。これでまた
研究がはかどる。そうだな、これを利用して浮力を分散させたブーツでも、あとそれと。喜んでもらえてよかったよ。おお、すまないすまない。このルーンが手に入らないから長らくネタだけは積み重なっていってね。いや本当に助かった。しかしこれだけ手際がいいとは。おそらく君は世界中を旅しているのだろうね。もしよければ今日のお礼も兼ねて私も仲間に入れてくれないか。うん、はい、これからよろしく。はい、では改めて魔導士ギラン、この魔法を役立ててみせましょう。はい、おお、魔導士なんか錬金術師っぽいけどね。あ、ちゃんと火消してる、えらい。はい、でこっちか。古木様からあなた方は通していいと言われています。どうぞ。ユークリスはこの先だな。ガオの目は節穴じゃなかったね。ちょっと補充してから行くわ。装備とかもあるかな。変えるというかちょっと見とくわ。ん、この人いたね。ライジングの村にいたよね。どうしたのここで。何してんの。いらっしゃいませ。何かご入り用ですかな。ねえ、あ、仲間になってくれ。仲間になってくれないか。おや、仲間、噂の同盟軍の仲間ということですかな。それはそれは、ご覧ください。こちらのブローチはルーンを使ってカットされたものでして、大変な値打ちがついております。実に精巧なカットとは思いませんか。何よりよくピカピカ光っている。買えってことかな。このような素晴らしいアクセサリーを作るために、実は我が輩探しているアイテムがありまして、それはピカピカ石と呼ばれる石です。何でも木々がよく育つ森に出るファントムバードが持っているとも聞きます。ぜひそのピカピカ具合を見たい。あれをお持ちいただけるのであれば、そのような方のもとでぜひ落ち着いて店を開きたいと思うほどで。そうか、ピカピカ石だな。あ、ピカピカ石、前の店はどうしたんでしょうね。なんかあの店はやめて放浪のなんかやってんのかな。店はさ、森に出るというファン、ああ、さぞやピカピカしているに違いないね。首元がすごいふかふかですね。そうなんだ。まあそれはいいや。ファントムバードね、多分ここの村で、村じゃない、この先のダンジョンとかで出るんじゃないですかね。シンデレラの台本3万円。劇場でシンデレラが演じられるようになる。そうなんだ。すごいね。はい、じゃあ行こうか。うん。
南の深部、戦闘あるよね。うん、そんなに広くはないけど、また飛んでくのかな。はい、うん、うん、うん、ここ飛んでくる場所だね緑のデロデロがあるから。さあ、行くよ。ラビットヒーロー、すごいこの世界のラビットすごいね。つかあの装備もさ、用意してんでしょ。拾ったもんじゃないよね。ってなるとすごい文明気づいてんじゃないの。すげえな。で狙って、コゲン将軍は、もう鉄球乱れ打ちっていうのができるんですけど、SP4 なんですよね。だからなかなか使えないんですけど、でも使えたらだいぶ便利。使えることもあるんでね、最初から。4つ溜まってて、みたいな。あー、魔法か。うわ。これやべえな。やっぱまだ早いのかな。いや、倒しきれてないんだけど。マジ？ラビットヒーロー硬すぎない？やば。サビいね。なんもないな。神速斬りしかないな。黒と全体回復は一応間に合うとは思うけどね。しなくてもいけるか。やばいな、でも。で、後ろ。そこだ。お、やれてないか。ちょっと待って。ヤン先輩がやられてるな。リャン先輩やられてんじゃん。マジか。これやべえな。黒ともやばい。いや、このまま行こう。今も鉄球乱れても意味ないしね。そらそら。これで勝ちだ。強っ。楽勝だったな。言葉合ってないし。コゲンが6000だった経験値。やばいやばいやばい。いいね。みなぎるよ。すげえ上がった。今見たらリャンのね、防御力めちゃくちゃ低いんだよね。レベルのせいもあるけど、もともと低いのかな。避けるキャラで、みたいな。やば。やば。薬草使うか。とやばいね。この裏はいけるね。マラカイトのブローチ。はい。うん。で、どこ？ああ、最初のとこの上？上に来た。どっちか。どっちもない可能性あるね。どっちかが多分右のさ、離れ小島みたいなとこ行くんじゃない。そらそら、オーラよ。こんなもんさ。そう、リャン先輩上がるんじゃない。魔法少女のレベルアップ。おお、黒と、はい。すげえレベル上がった。いいね、これで。ああ、若干、
防御上がったけどあんま変わんないね。やっぱ避けるキャラか。ああ。で、体力が相変わらずみんなやばいと。はい。で、こっち行こうか。多分こっちじゃない？わかんない。正解。お、神秘の木材。これね、帝国の建築に役立ちますね。設備投資ね。はい。で、食われて、あ、戻ってきたね。え、じゃああれはどこですか？ここか。だね。で、これはさっきのところに戻るね。まあ、確かめてはないけど。はい。お。木材。さらに南、あ、深部から南へ。この先はユークリスの領となる。フェリエールは、あ、まずいよ。フェリエールなんでリアンが怒るのかな。フェリエールさんはどこに？ユークリスの首都ハイシャーンだな。ここからなら東、海沿いの町だ。うんうん、急いで行こう。はい。あ、で出るんだね。で、さっきのが深部か。まあ、変な感じだよね。進みにつれて抜けていくみたいな。まあ、そういうもんだよね。はい。じゃあ今回これで以上です。次回、ユークリスの首都ハイシャーンへ向かおう。はい。ということで、じゃあ以上です。ありがとうございました。